カガヤン州は、フィリピン北ブルソン島のカガヤンバレー地方に属する州である。州都はトゥゲガラオである。面積は9002.7平方キロメートルで、国内第3位。人口は1199,320人。南に、イサベラ州、コルディリエラ行政地域のアパヤオ州、西に、イロコス地方のイロコスのルテ州と接している。北には、バブヤン諸島があり。 その北には国内最小のバタネス州が隣接する。東にはフィリピン海が広がっている。州の中央をカガヤン川が北流し、アパリ付近でバブヤン海峡へ注ぐ。東海岸沿いにシエラマドレ山脈がそびえる。ペニャブランカのカヤオ洞窟から6万7千年前のアジア最古のホモサピエンス、カヤオ人の人骨が出土。カガヤン州には一つの市。 二十八の基礎自治体がある。都市はない。アブヤラグアルカラーリカパンアンヤランアパリバッチオ、バレステロスブガカライオンコマランヤガンクラベリアエンダル、ガッタラン、ゴンザガイグイグラル、ロロッサムパンプロンナ、ペニャブランカピートリサールサンチェス、ミラサンタ、アナサンタプラキシーズサンタテレシタサントニーニョソラナツアオ。ありがとうございます。